この映像を見ているということは浅妻徹が32歳の誕生日を迎えた日ということだ。どうも浅妻徹です。お久しぶりですお久しぶりでございます。こういうラジオとかは上げておりますが、僕の顔を映した動画、並びに僕の表情が映ってる動画はえらい久しぶりだと思います。ちょっとサングラス取りますね。メガネでした。えらい久しぶりだと思いますね。今年の頭、今年の正月に、去年のクリスマスぐらいの動画を上げてたぶりですね。それも全てを上げ切っておるんですが、まあ、ちょっとタイミングを逃してしまったのと、僕が動画投稿をお休みじゃないですけど上げれなくなってしまったタイミングとかもいろいろあり、まあ、オクラに近い状態にはあるんですよね。ってのもあって、もう早11月ですよ。気づけば今年も終わろうとしています例年により11月9日は僕の誕生日でございまして、今年も年を重ねる日がやってきてしまいました。そんな日に何もあげない、何もしないというのはさすがにどうかと思って、こうやって動画を撮っております。ただ完全にノープランですね。どんなことを喋ろうかとか、こんなことをしようとか、そういうのは現状まだ一切ありませんけれども、こうやって皆さんの前で喋るということがまず僕の中の第一歩としてね、やっているわけでございます。まあ、ちょっと今年1年を振り返ろうかなと思うんですけど、そうだね、まあ、なんでこういうね顔出しの動画を全然上げなくなったのか、上げれなくなったのかっていうと、まあ理由は2つほどあって、まあこれはね多分ラジオの方でも喋ったかもしれないんですけど、 SNS 疲れっていうのがありますね。いろんなものを目にし、いろんなものを耳にし、こう自分が発信したいことって何なんだろうとか、そもそも SNS ってどういうもんなんだろうっていう、なんかいろんな考え方になってしまって、何を上げていいのかわからなくなってしまったっていうのが、まあ一つ大きなところでありますね。だから配信とかもできなくなったというか、足が遠のいてしまったというか、まあ、配信っていうのは喋るだけなんで、移動するとかじゃないんで足っていうよりかは手なんですけど、配信開始ボタンをなかなか押せなくなってしまったっていうのが一個理由でありますね。あとはそうだね、モチベーションっていうところも少なからずあるかもしれないんだけど、想像力が落ちてしまったなっていうのは正直結構実感した1年でしたね。いろんなアイディア、こういう動画を撮りたいとか、こういう動画を撮っていこうっていう思いつきあるんだけど、そこから発展させる力がだいぶ落ちてしまったっていうのが正直なところ。これはもう何者でもなく俺のせいなんで、まあ、全て俺のせいなんだけど、それは表現をしてる身としてだいぶまずいなという状況だったんで、一度頭の中をリセットする時間はだいぶ必要だなと思って、そうだね、ちょっと開けているっていう状況ですかね。ただそれと同時に、みんなに関わりを持ちたいとか、やっぱこう見てくれてる人、応援してくれてる人に何もしない、何も届けないっていうのは僕の中で絶対違うなと思ったから、そういう意味も込めてラジオやっているっていう気持ちです。これは間違いなく嘘を偽りない気持ちですね。まあラジオに関しては、あとは習慣づきたいものを欲しかった、今日これをやろうとかじゃなくて毎日これをやろうっていうものが自分の中で欲しかったっていうのも、いろんなラジオで喋ってるけど、それも一つありますね。で、配信とかはそういう雑談とかが多かったからさ、僕の中での雑談に属する話はラジオでしちゃってたから、なかなか配信でねできづらかったっていうのも、まあ、あるはあるんだけど、そうなんですよね。まあ、あとは本業である俳優業の演技っていう部分ももっと 見直したいな、見つめ直したいなっていう気持ちもありましたね。友人とかいろんな人に SNS とか YouTube だったり TikTok とかをやっていて、メインがそっちになってるんじゃないかと、気持ちがそっちに重きを置いてしまってるんじゃないかっていう、まあ、アドバイスじゃないですけど、ご指摘じゃないですけど、そういう意見をもらって、
自分はそうは思ってなくても周りからそう見られてしまったらそれはそういうことなんだなと思ったし、果たして俳優浅妻徹、漢字の方の浅妻徹はそれでいいのかと、まあいろんなことを思った1年でしたね。去年の僕は全然本業ができなかったっていうのもあったんで、それで結構いろんな悩みにもぶち当たったんですよ。いろんな人にも相談したし、いろんな人に話を聞いてもらったし、そう、まあ今年、まあ去年よりかはってとこですけど、自分の中でもまた現場に行かせてもらったりとか、役としてはちっちゃいけれどもね、ほんのワンシーンだけだったとかあるけど、そういうまた現場にも行けたし、僕は基本的に舞台というよりかテレビのお仕事が多くというかやりたいっていうのもあってあるんですよね。だからそっちの気持ち、脳みその割合、使う割合をもっと増やしたいっていう気持ちもあった。それを両立すればいいじゃないかっていうとすごく話が簡単で、それはそうなんだよね。うん、演技も頑張ればいいし、 YouTube、TikTok、SNS 全部頑張ればいいじゃんっていう話なんだけど、この1年で俺はそれはできなかった。これはもう正直その、隠しようのない事実だなと思います。思いのほか真面目に喋っているな。そうだね、実はカメラの前に花咲がいるんですけど、花咲さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日そう写真をね撮ってもらってたんですけど、まあ、ちょっと自分の YouTube でも喋りたいなと思ってちょっとお願いしてカメラとか音声とか協力してもらったんですけど、はい、いい年になりましたからね我々もね。もう高校生卒業してからもう一回16年過ごしてます。はい、16年ですか。16年です。我々が出会ってもう16年で、はいはいはい、再会か厳密には、まあ、16年高校入学から経っておりますね。ちょっとトピックください。トピックください。トピックください。じゃあちょっとその高校時代の浅妻くんと今の浅妻くん、どういうとこ変わったかっていうのを、そう、まあ、自分でどう変わったかなと。俺が変わったところ、そうだな、高校時代の俺はどんなだったか、まあ、16年以上も前ですからあんまり覚えてないっちゃ覚えてないんですけど、どうなんだろうな、もうあのところは仲間と一緒にやっていくっていうことが多かったから、いろんな人といろんな話もしたし、まあ、高校ならではの悩みみたいのもあったし、うん、ぶつかり合いもあったし、はいはい、成長しきれてない部分もあったけど、うん、周りと比べて大人ぶってたところはあったのね多分ね。もうその頃から芸能活動みたいなことはやっていたし、まあ、バンドもやっていたし、まあ普通のって言い方はちょっとキモいからやめるんですけど、他の人たちと比べて違う経験をしてきたなとは思う。だからいろんな視点で物事を捉えられていたなと思うけど、年齢を重ねて大学時代とか大学を卒業して一人で活動することが増えてね、うん、自分で自分のことを考えなきゃいけないし、誰も周りを助けてくれないし、はい、かといって自分をそれ打破する力もたくさんつけれたかといったらどうかなって思うし、はい、成長するスピードが落ちちゃったなって思ってはいるかな。うーん、なるほど、なるほど。まあ、それでもいろんなものを見たし、いろんなものを経験したし、そうやってきたから、うん、楽しくはあるけど、そうだね、変わったところか。高校時代は年齢と考え方が合ってないみたいな、うん、見た目もそうだけど、あの、そこのコメント、年齢より大人っぽいねってめちゃくちゃ言われてたの、はいはいはい、逆に今は年齢より下に見えるね、うん、パターンか、てか年齢に合ってきたねって言われる、うん、そう、年相応じゃないけどそんなことはよく言われますよね。なるほどね。うん、あとは何だろう、まあシンプルに運動する機会とかもないし運動するというか活動の幅がね、やっぱ高校時代は毎日学校行って動いて、で体育の授業もあるから適切な体を動かす時間もあり、まあ、そもそも電車の駅から学校まで行く道がすでにトレーニングみたいな。そう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 、我が校はだって休みの日なんか休んでますから
あの頃は休みの日なんか外行きましたからね。そうですね、それ変わりましたよね。なるほど、話したから見て何かありますか。そうですね、まあ、その何か浅妻くん本人も今言いましたけど、その、まあ、言い方悪いと混ぜてるって感じがあるのかなとは思ってたし、でやっぱその何か自分ちょっと 大人っぽく何かこう言うというかっていう雰囲気はあったんですけど、ただ、今はなんか、まあ、大人になったし、あとなんか一番僕が見て変わったなと思うのは、なんか学生の頃であがいてる感じするなと思って。ああがくね。高校の時は、まあ、若いっても当然あるから、うん、ってますし、なんか自分が他の人と違う経験をしてるっていうのは、なんかちょっと自分は少し大人びてるような、うん、大人っぽいというか、一つこうなんか目線を上で話してるのかなみたいな感じは受け取れるけど、今はなんかどっちかっていうと目線一緒でもがいてるみたいな感じ。まあ僕もカメラマン活動というか、うん、そうね、当時の朝なんか目線を無理やり上げてる感じはあったかもしれない、そういう意味。なるほどね。ただ今はその無理やり上げるんではなくて、今見える目線でなんか自分ができるなんだろうとか、したいことなんだろうっていう、すごいもがいてる感じがあるなとは感じてて、で個人的には今あがいてる畑様の方が僕は好きです。あらあら、そうですか、嬉しいですね。別に昔の畑様嫌いとかではそういう話じゃなくて、そう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 、今の君の方が僕は素敵だなと思う。そのこの32になってもこう俳優としてやっていこうとしている、で厳しいこの世界で浅妻くんがそれでもこうもがいて、宣材写真を撮ってくれってお願いしてきてくれたりとか、ちっちゃくてもちゃんと一歩踏み出したいっていうのがすごい伝わってくるし、だから僕は一緒にこう動画も手伝いたいなと思ったし、君を撮りたいなと思える1年間でした。嬉しいです。嬉しいです。やめてくれよ。30の男たちがお互いなんか褒め合えられるのがすごく気持ち悪い。すごい気持ち悪い。まあでもあがくはね、嬉しいな。それは確かにあるかもね。もっとあがいていいと思う。やんないって。もっとあがいていい。じゃないとできないしな。うん、そう。演じる仕事をしていきたいっていう思いはやっぱ持っていてほしいなという、まあ、一友人としては、うんうん、もうやりきってもう力尽きてしまったら、まあ、それはお疲れ様でしたでいいと思うんだけど、まだそこまでじゃない気がするんだよね。まあね、同じね、俳優仲間役者仲間のやつらとも喋るけど、もう普通の仕事できませんから。まあそれはちょっとね、否定できないね。覚悟さえ持てばできるかもしれないけど、これを手放してまでできる覚悟はまだ持ててない。うん、それよか続ける覚悟の方がまだ持っている。っていうのはあるよね。まあ演じるだけじゃなくて、まあ、もっと好きなことを追求していくっていうのも、例えばあのラジオも割と好きじゃないですか。まあそれこそ僕も100投稿ぐらいポッドキャストやりましたけど、浅沼がもうすぐ200が見えてくるわけじゃないですか。これ今180以上やってますから。そう、もうこれはある意味続けた中ですごいことだと思うんで、うん、まあそういうラジオがもう多分君が好きだからやってこれたし、まあ、その習慣にしたいっていう思いがちょっとずつちょっとずつ、本当にちょっとずつの一歩が今180来て、もうすぐ200超えそうな数を更新できてて、またこうして動画も撮る気になってくれたっていうのは、やっぱこう視聴者側としては嬉しいことではないかなと思うんだよね。そうだといいね。浅沼君はぜひ好きなものをやっていく覚悟を持っていただいて、いくつになってもあがいていただきたいと思います。わかりました。僕も一緒にあがきます。あがきましょう。今話してくれましたけど、そうね、自分の中で非常にスッと降りてきた言葉だな、あがくっていう言葉は。あがいてるよ、うん、この1年もそうだし、もう16年17年やってますけど、ん、高校卒業して16年だっけ。入学して、入学してだよね。だから俺も芸歴、そう、そう、俺も芸歴16年になるんじゃん。そうそう、高1から始めてるから、この10年以上あがき続けてきてるんで、まだまだあがくよと。やりたいことやるし、あがいてる姿をまだまだお届けしたいなと思っています。人間らしく、浅妻徹らしくぶつけていこうと思うので、ラジオもこういうね、続けることによって、うちうちにはなってしまうけど、うちの事務所の人たちからも評判じゃないけど、いろんな声はもらってて、いい方向のね、はいはい、言葉はもらってて、あることやってみようかみたいな話があったりするんですよ。これは、うん、この
動画で発表できるかどうかはちょっと難しいから、また後日にはなるとは思うんだけど、新しい浅妻徹の活動場所みたいなものが、うん、このチャンネル以外のところで一つ増えるんですよね、うん、11月。なるほど、はい、増えるんです。これは多分もうお伝えしていいと思うので、うん、またちょっと楽しみにしてほしいなと思います。上げる動画の内容に関してはおそらくこれからもいろんなことをやると思いますし、過去のコメントでもうお一人ディズニー上げないのとか、最近ディズニー行ってないのとか言葉もらってて、それをどうしようかな、喋るかな。現状今すぐにお一人ディズニーがじゃあ明日から上がりますみたいなことはないです。それはないです。なぜならば1年以上ディズニーに行ってないからです。まあ、これをちょっと動画にするかどうか置いといて一応喋るけど、それこそ SNS とかでいろんなものを見てしまって、今俺が上げる気持ちにはなれなかったっていうのが正直な話ですかね。だからまた一人でプラッと行って動画を撮るかもしれないし、このままねずっと上がんなくなってしまう可能性もあるし、それはもういろんな理由だったりいろんな気持ちがあって今こういう状況なので、それはこれを見てる人は知っていてほしいかなと思います。その代わりラジオだったりこうやってたまにね顔出しして喋ったりはするし、またちょっと花スタに相談乗ってもらっていろんなことやっていこうかなと思っているので、協力してもらって本当に、はいはい、すいませんよろしくお願いしますが、いえこちらこそよろしくお願いします。無理難題押し付けますが最後に32歳の抱負だけ喋ってこの動画を終わろうかなと思います。32歳は盲学あ学、これをテーマにやっていこうかな。今決めたけど、今花スタの言葉をもらって思ったけど、うん、そうだね、自分の気持ちに正直になりながらもあがいてあがいて必死になって命燃やして、でまた心が潰れそうになったらそれはそれで構わないじゃないか、また休めばいいよ、それぐらいの気持ちでやっていけたらなと思います。つってこの動画が上がんなかったら面白いけどね2024年11月9日浅妻徹32歳になりました。32歳、2024年そして25年のこの年も引き続き、いやあそうだな、ついてきてほしいかな、うん、ついてきてほしいって口では言うけど簡単じゃないんですよ、うん、全然動画が上がんなくなって配信が全然なくなって離れてった人も間違いなくいると思うの。それはもう実感してるし、しょうがないって思うけど、俺が悪いんだけど、やっぱり寂しいし、エゴだけどねこれはね、寂しいし悔しいし、チャンスがあったのにそれを話してしまった自分に憤りもあるし、けどそれをも超える気持ちが折れてしまったっていうのも事実だし、でもそれを受け入れて正直な思いになってまた1から、うん、0から頑張っていけたらなと思ってます。だから見ててください。で、うん、支えてほしいです。よろしくお願いします。頑張ります。というわけで今日の動画はどうやって締めてたっけというわけで今日はここまで、次の動画でお会いしましょう。あれ俺長尺ってどうやって締めてたっけなラジオはラジオで締めてる言葉があるけど、長尺どうやって締めてたっけもう締めます、もう忘れたんでじゃあ、誕生日でした、明日もいい日になりますように。ファイト。熱い動画になったんじゃないですか。思いのほかちゃんと喋っちゃったな。